ルの外枠両鈴木に支持が集まりましたが、人気分散のこの一戦です。梅内も思想一番時計帯から注目の一射、吉田圭介、昨日は雨で会心の勝利を収めています。10秒前です。9レースの発走でございます。ランプが消えます。3秒前、一つ目準決勝第9レーススタートしました。10メートル半でインコースから2番の矢島、そして鈴木浩二、鈴木誠一は遅れを取りました。さあ鈴木浩二が矢島をまくろうとしていますが、突っ張る2番の矢島がまずは10戦から先手を取っています。最終班から武藤博美、早めに4番手に上がりました吉田圭介、その後ろ鈴木誠一、増田真一、最後方から埋めない。レーサー2周回目です。先頭は栗原勝則、栗原の逃げ、2番手には矢島がつけています。おお、早めに吉田圭介中段を分断しまして、今3番手、もう1回武藤博美が差し返そうとしています。先頭は1番栗原勝則、栗原が壁を作ります。矢島がまくっていきますが、さあ序盤で栗原をさばきたい矢島であります。さあこの2コーナーもちょっと栗原の術中にはまってしまっている。3番手が武藤博美、ここでインガーからバイクを伸ばそうとしていますが、栗原と矢島前で重なる展開になりました。残りは3周回、栗原が逃げています。2番手2番の矢島、さあ内側から潜り込んで武藤博美、武藤が上位争い、さらには吉田圭介も絡んでいます。先頭まで突き抜ける武藤博美、一気にまとめて料理しました。武藤が先頭に立っています。2番手には栗原、3番手に吉田圭介、残りは2周回終盤戦です。2番手1番の栗原がキープしています。吉田圭介は今度は栗原の壁に挑んでいきます。さあ3コーナーの突っ込み入ってまいりました。ここで2番手に8番の吉田圭介が駆け上がってまいりました。3番手栗原、4番手が矢島の体勢、残り1周のブルーフラッグ。先頭は武藤博美、2番手に吉田圭介、そして3番手が1番の栗原、4番手2番の矢島という体勢になっています。最終コーナーに向かいます。3番手はわずかに栗原がリード、外から矢島、体を並べる、体を並べる、先頭は7番の武藤博美、唯一1番乗り。中田圭一郎が1番人気、対するはゼロ戦の北渡瀬満、4番谷川和孝も人気の一角。10秒前です。10レースの発走でございます。ランプが消えました。スタートまでは3秒前、第10レース準決勝をスタートしました。ハンデゼロのスタート争いになりますが、外から北渡瀬が先手を取りました。そして 10m 戦では試走タイムの良かった2人、大7番の中田圭一郎がもう早めに4番手まで上がってきています。先頭は北渡瀬、2番手には1番の産方がつけています。谷川3番手、そして4番手から7番の中田圭一郎。レースはこれから2周回目です。北渡瀬が逃げ体制を作っています。そして谷川勝孝、産方が続いています。先頭争いは北渡瀬がリード、谷川2番手の位置。インコースをめがけてくるのは中田圭一郎。この3コーナーから4コーナーでは3番手、さらには2番手、先頭まで脅かすような動き。残りは4周回、先頭は北渡瀬満であります。2番手に中田圭一郎という体制になりました。4番の谷川3番手、4番手には1番の産方、内をついて山際慎介。この3コーナーでは産方を捉えにかかっています。北渡瀬満が先頭であります。切り返しの体制から中田圭一郎、残り3周という段階で先頭まで上がりました。中田圭一郎が先頭に立っています。2番手は北渡瀬満、4番の谷川が今度は北渡瀬のイン側を攻めて、3コーナーから4コーナーのカーブでは2番手に上がっています。3番手は北渡瀬、4番手は1番産方、その後ろに山際慎介の体勢で、残りは2周回です。中田が早めに決着をつけて先頭、2番手は谷川、3番手北渡瀬満、4番手に産方。いやちょっと8番の山際にとっては産方が壁になっています。先頭中田、2番手は谷川の体勢、どうやら前の2人完全に抜け出す格好だ。残り1周ブルーフラッグを通過しています。7番の中田圭一郎が先頭です。2番手は4番谷川、さらには北渡瀬満という体勢、最後のコーナーに向かっています。
会心の勝利とお伝えしておきます。中田圭一郎がトップ、今最終コーナーをクリア、今先頭でチェッカーを受けました。ゴールイン。満場一致の一番人気山田雅弘、初日の両走路で快勝しています。対するはインコース、前回優勝を飾った石川哲也、ハンデゼロの深沢にも支持が集まっています。10秒前です。11レースの発走でございます。ランプが消えます。スタートまで3秒前。11レースの準決勝スタートしましたが、赤ランプついてしまいました。仕切り直しとなります。ボード計の番号灯は4号車が点滅。10秒前です。ランプが消えます。スタートまでは3秒前。第11レース準決勝スタートしました。ハンデゼロは胴体、外から佐々木が足を伸ばします。そして10メートルハンデは甲塚田辺の順、最重班から山田雅弘が早くも4番の栗原をかわして5番手に上がりました。先頭は佐々木、2番手には深澤がつけています。甲塚3番手、さあ4コーナーの立ち上がりでは2番手を狙う甲塚、しかしここは1番の深澤がいりません。早めに5番の田辺を捉えたのは山田雅弘、4番手まで前進になりました。さあここで甲塚内を攻めて深澤を突破しました。これをじっくり見ているのは4番手山田雅弘であります。2番手争いは3番甲塚がリード、そしてインコースからスムーズに山田雅弘が1番の深澤を捉えて、この辺りは無理なく一射一射確実にさばいていこうという山田。先頭は佐々木、リードは一車身ぐらい。3番の甲塚が2番手からこの4コーナーでは切り返しの体勢に入っています。ここで甲塚先頭に上がりました。まだまだたっぷり足を余しているのは山田雅弘であります。行き過ぎてもしっかりバイクが戻ってくるか。さあ3番手から今度は1番の深澤が巻き返そうとしています。外外を攻めて山田、ちょっとインコースには戻りにくい状況になっています。残りは2周回終盤戦、もうこうなったらまくるしかないという山田。山田が今3番手、ここでインコースに隙間が出ました。切り返しの体勢から佐々木を捉えて山田が2番手に上がっています。先頭甲塚、その甲塚を追い上げる体勢を8番の山田が作っています。3番手は2番の佐々木、4コーナーを立ち上がりまして残り1周フルフラッグ、3番甲塚が先頭です。2番手から山田雅弘が2コーナー立ち上がり、さあこのバックスレッジ側では8番の山田が最後は測ったように捉えて先頭になっています。先頭は山田、2番手は甲塚の体勢になりました。3番手はどうなるのか、勝ったのは山田。は10メートル大外、5番の秋田、そして4番の篠崎に集まっています。さらには8番の掛川和人、思想タイムは 3.34、 3番人気落合も思想タイムで3秒33をマーク、人気を上げてきています。10秒前です。12レースの発走でございます。5秒を切ります。3秒前。12レースの準決勝スタートしました。ハンデゼロはインコースから清岡が飛び出しました。さあ10メートル線からは篠崎が行って秋田は大きく遅れを取りました。この1周2コーナーでは7番手からの競争になりました。先頭は清岡、2番手には宍戸がつけています。篠崎は3番手、4番手争いは落合と広瀬が並ぶ格好だ。レーサー2周回目、ここで2番手の宍戸を捉えた4番の篠崎実。篠崎は早めに2番手に上がりました。落合がついてくる展開。さあ8番の掛川と6番の広瀬の追い上げ争い、真ん中をついて掛川がうまくさばいて4番手に上がりました。
先頭は清岡雄一、2番手4番篠崎実の体勢です。3番手に落合、4番手に掛川という並びになっています。早くも射程に捉えた篠崎でありますが、ここは一旦待ちました。3番手には落合、そして4番手が8番の掛川という並びになっています。清岡逃げている、清岡逃げていますが、ちょっとインコースで失速。篠崎のまくりが決まった、決まった。便乗するのは落合、落合も2番手で上がってきています。さらには掛川の推進力も目立っている。さあ一まくり、落合が篠崎を一まくり、さらには掛川もついてくる展開になりました。残りは2周回、落合が先頭に立っています。2番手掛川勝と篠崎は3番手の位置。さあ先頭争いは前の2人となりました。3番手は篠崎、追い込んでくるのは6番の広瀬正光、4番手。残り1周のブルーフラッグ、落合が先頭だ。1対1から掛川勝と、さあ仕掛けの体勢に入ろうかという最終バック、ここで潜り込んだ、潜り込んだ。最後のコーナーでは掛川先頭に立っています。あとは3番手がどうなるのか。篠崎の外から6番の広瀬が迫って、並んでくる、並んでくる。掛川先頭でゴールイン。1番人気は山田正弘、復活ののろしを上げる、そんな試走タイムをマークしています。相手筆頭には5番の中田。10秒前です。12レースの発走でございます。5秒を切ります。3秒前、12レース優勝戦スタートしました。ハンデゼロでは落ち合い、そして大外から谷川をいいスタート、一気に3番の谷川の主導権でありますが、後ろから凄まじい勢いで山田正弘が中段を飲み込みにかかっています。さあバイクを引いた高塚に外からスピードに乗ったまくりを浴びせて、早くも3番手に上がった山田正弘。先頭は谷川勝ったか、谷川先頭だ。2番手は落ち合い、そして3番手には7番の山田正弘がつけております。山田正弘が2番手の落合のイン側をめがけて入ってまいりました。スムーズに番手を上げてまいりました。先頭は谷川、2番手に山田正弘の体勢だ。3番手には落合、そして4番の武藤博美。この1コーナーでは2番の高塚を捉えて、4番武藤が4番手に上がってきています。先頭争いはじわじわと山田正弘が接近してきています。先頭は谷川勝隆、2番手山田正弘、やや滑った谷川に山田が追いついた、追いついた。残りは3周回であります。先頭は谷川、谷川の主導権であります。山田正弘が狙いを定めて入ってまいりました。3コーナーでまだまだ周回数はたっぷり残っておりますが、山田正弘が先頭に上がりました。残りは2周回、そして3番手は1番の落合の内をついた4番武藤博美が上がってきています。1番の落合粘りますが、4番の武藤が3番手、そして後方からは掛川勝と、3コーナーでは5番手に上がってきています。先頭は山田、2番手は谷川勝だが、3番手は武藤博美の体勢。残り1周ブルーフラッグを通過しています。7番の山田正弘が先頭だ。2007年12月24日以来、およそ14年ぶりの優勝が目前であります。気がついてみれば先頭2番手、3番手、4番手はいずれも元船橋で、これぞ船橋魂だ。天国の佐藤正人に届けたばかりに、元船橋勢の力走でありました優勝戦。天を仰ぐ、空を見上げる山田正弘、通算これが19回目の優勝ゴールとなりました。複式3と7の組860円、4番人気。3連勝単式7番3番4番1万250円、34番人気。3連勝複式3と4と7の組。注目の結果は